座って本読んでます。何読んでんの？入ったよ。魚いなくなっちゃわないようにしてくださいよ。魚とかがいますね。カメがいました。ここ行けそうですか？行けないでしょこれ。ちょっと待った待った待った、上がってこれなくなっちゃうよ。もうちょっと先に行ってみようよ。まずは先に調べてからの方が行くない？ちょっと先に偵察してください。降りるとこありますか？うわ、なんか洋服がボロ。え、降りるとこ発見しました。さあ、バイ、裸足にならないの？裸足にならない方法で考えなさい。水きれいですね。どうしても入りたいようですね。それあんまり行き過ぎないようだよ。ズボッとはまんないかな。え？向こうまで行ったらダメだよ。はい、なんかいますか？もうその辺までにしとく？急に深くなるかな。ちょっとタオル？タオル。そう、何？中途半端なやり方。はい、タオルタオルタオル、どうだっけこれ。はいはいはい、こんなために持ってきたんじゃないんだけど、ちょうど役に立ってよかった。何？ここなら渡れませんよ、このとこ。あら、何かある？うん、なんかいるんじゃないこれ。これ何、イカだ？全然違うね、布団だよ。何何？カラスの野郎。深いから、ほら、こらこら、靴が脱げてんの？なんで靴脱げるのよ。はい、ここは何の探検の島？探検の。はい、ちょっと行ってみましょうか。さあ、なんとか脱出しました。でも向こう側に渡れそうもありませんね。戻りますか。こんなわけだ、戻りたくない。渡るんじゃなくて、うまく石ころを伝っていってください。 OK。 どうすんのそれ。みんな持てってか。いいよ。これから。それも持つの？渡るんじゃなくて遊ぶの。こら、遊ばない。そこを渡ってください。うん、怪しい道だ。抜け道かな。どうする、行ってみる？抜け道。赤ずきんちゃん、狼に襲われないでね。さあ、広場に出ました。ここは隠しの抜け道だったんだね。あれ何が気になるの？さあ、じゃあここからどうしようか。さあ、やっと到着、マクドナルドです。はい、はい、今日いっぱい歩いたねー。ねえ、たくさん歩いたね。うん、おーい、おーい、はい、こっち見てください。今日はどうでしたか？すごくいい。
すごく何？すごかったです。どこがすごかったの？答えなさいよ。